どうした?気分が優れないのか?それはどうでもいい。気分が優れないのか?はい、いいえ。どっちだ?そうか。医者に見てほしいか?はい、いいえ。なるほど。俺は医者だ。見ることができる。金は持っているか?はい、いいえ。そうか。ならば見ない。お大事に。見てやる。見てやると言ったんだ。いい。今は不要だ。アダージュだ。俺の名前だ。医師免許は持っていない。ここへ来た時剥奪された。その通り。だから正確には元医者だ。他に身分を証明するものは持っていない。あるとすれば。治療器具のみだ。納得したなら診察を始めていいか?放っておいたらきっと俺が後悔する。後悔は好きじゃない。だから見る。それだけだ。金は不要だ。その代わり、俺の治療に文句は言わせない。それでいいか。先生は不要だ。さっきも言ったが、免許は剥奪されてる。アダージュでいい。それでも構わない。あんたは?名前。なんかあるだろ。そうか。口開けろ。ただの栄養失調だな。注射が嫌いなのか?ガキだな。こっちじゃ質のいい注射針が手に入らないんだ。我慢しろ。ああ、そういうことか。安心しろ。ただの栄養剤だ。ラベル。読めないだろうが、同じ柄だ。わかるな。一つ俺に打って、その後あんたに打つ。それなら、安全だとわかるだろう。安全だとわかったか?構わない。自己防衛の結果だろ。俺があんたなら、俺のことは信用しないしな。不愛想だから。ああ。自己解析は大切だ。自分の力量を見誤ってはいけないからな。
話がそれたな。注射を打つぞ。力を抜け。筋肉が収縮すると針が通りにくい。これでいい。しばらくはここに座ってろ。具合はそのうち良くなる。半日はそのままにしてろ。いいな。じゃあな、お大事に。なんだ？出世払いだ。治療費はあんたが出世した時に返してくれ。この店だ。雑草じゃない。ここにあるのは全部薬草だ。これを粉末状にして調合し薬を作る。業界じゃ薬剤師の仕事だけどな。ここじゃ欲しいなら自分で何とかするしかない。おや、いらっしゃい、アダージュちゃん。いつものか、言ってくれるね。あれ手に入れるの難しいんだよ。2年前は良かったものの、嘆いても仕方ないが、状況が状況だ。ため息が出るよ。俺が下界に来たのも2年前だ。比較されてもピンとこない。それもそうか。だがあの頃は良かったんだよ。ハウンズの前のリーダーはとてもいい人でね。雑談はいい。手を動かしてくれないか。おった。そうさね。ちょっと待ってておくれ。2年前に変わったそうだ。詳しくは知らん。黙れ。うるさい。何も考えるな。はいよ、お待たせ。ところでそっちの可愛い子は？こいつは。ああ、わかった。恋人だろ。アダージュちゃんもやるじゃないか。うん。ああ、彼女の言う通り恋人じゃない。恋人ではなく妻だ。な。おや、どうしたんだい？
ああ、キルスは恥ずかしがり屋なんだ。俺と二人きりの時はこんなんじゃないんだが、可愛いだろ。今後あんたが通うことになる店だ。よく覚えておけ。よし、用意できたよ。持っていきな、アダージュちゃん。ああ、助かる。来い、行くぞ。あいよ、また来ておくれよ。